キリンラジオ劇場スペースロマン、爽やか透き通ったキリンレモンがお送りするキリンラジオ劇場スペースロマン、横山光輝原作、鉄人28号、脚色長島直樹、出演伊武雅之、高橋和江、富田康生、中村修正、その他の皆さんです。鉄人28号。PX 団の隊長はその驚きを隠す術を持たなかった。鉄人28号、その容貌の凄さ、その巨大さ、どれもが想像を絶するものだったのだ。いや、 PX 団隊長ばかりではない、誰でもがこの鉄人28号を見ればたまげてしまうに決まっている。だが驚くにはまだ早かった。へえ、動かしてみろ。ダメだ、まだ完成していない。しらばくれるな。誰かスイッチを入れてみろ。ダメだ、今動かすと大変なことになる。やめろ、やめるんだ。噛んでいろ。大変なことになるぞ、大変な。やめろ、やめてくれ。動く、動くぞ。動いた、すごいぞ。ダメだ。鉄人28号は吠えるような声を上げると太い鉄の鎖を簡単に引きちぎってしまった。そして鉄柱は雨のようにひしゃげてしまったのだ。ほいの、歩き始めた、危ないぞ、逃げろ。早く沈めなければ、28号は電波を受けるところがまだ完全じゃないんだ。電気が方々に散らばっていては手のつけようがない。そうだ、27号に28号を沈めさせよう。行け、27号。白覆面の怪人は慌てていた。そして鉄人28号と先に完成されていた27号が向き合った。ついにぶつかり合った。ただそれだけで研究所の鉄柱も壁もみるみるうちに壊れてしまう凄さだ。さて、鉄人28号の凄さに目を奪われ、少年探偵金田翔太郎たちやもう一機のヘリコプターで忍び込んだ謎の男のことを忘れていた。28号と27号が戦っている時、同じ実験室のずっと上の方に謎の男がいた。28号が完成していたのか。なんということだ。ちょうどそこへ研究所内を逃げていた翔太郎が入ってきた。はっ、お前はヘリコプターで来た男、手を挙げろ。待って、待ちなさい、あれを。男は鉄人同士の格闘を指さした。はあ、なんだあの不気味なロボットは。鉄人28号だ。鉄人28号。おお、危ない、足元が崩れる。なんと異常な力であろうか、鉄人28号はこれも巨大な27号をぐいと持ち上げると思いっきり投げつけてしまった。
わしが10年以上も命を懸けて研究してきた鉄人28号が狂ってしまった。ああ、研究所を壊して外へ出ていく。どうすればいいんだ。へい、止め方は。ダメダメだ。ここでは電波が飛び散りすぎている。完成すれば一本の電波しか受け付けないんだが、今は邪魔な電波のない時に強い電波を送る以外にない。お前はその電波を送る機械を作れるか。もちろんだと。よし、それなら一緒に来い。どこへ。いいから来るんだ。 PX 団は白覆面の怪人を連れて立ち去った。鉄人28号の通った後は見るも無残な風景となっていた。研究所の壁は崩れ落ち、山の木々はへし折られ、山肌をさらけ出していた。そうだ、早く何とかしなきゃ。いや、その何を。鉄人をです。もしあのまま町にでも入られたら大変なことになってしまいますよ。翔太郎と所長はすぐヘリコプターに乗り、鉄人28号の追跡を始めた。村雨兄弟や謎の男を捕まえることより、町のたくさんの人々が凶暴な化け物鉄人28号の犠牲になるのを防ぐ方が先決だった。そうさ、悪人は捕まえればいいけど、そのために人々を犠牲にしちゃいけないんだ。狂ったように暴れ回る鉄人28号、町に入れてなるものかと追跡を始めた翔太郎と所長。果たして鉄人28号が町に入る前に食い止めることができるだろうか。渚のイメージトリップ。グラスに透き通ったキリンレモンを満たすと、渚の心はたちまちウキウキ。イメージの旅に出発進行。本日渚まっすぐ北へ。神秘のブルーをたたえた阿寒湖のマリモとデートです。一部の湖と北海道の阿寒湖でしか見られない珍しいマリモ。そのマリモたちの歌声が渚の心に響いてくるんです。あなたもキリンレモンを飲んでマリモのコーラスを聞きませんか。原作者横山光輝さんのサイン入り鉄人28号放送用台本を30名の方にプレゼントいたします。郵便番号100-100番、東京千代田区有楽町日本放送キリンラジオ劇場スペースロマンの係までハガキでお申し込みください。爽やか透き通ったキリンレモンがお送りしたキリンラジオ劇場スペースロマンを終わります。